どうも、なおっちです。今回から新作、タオルケットをもう一度、3かな。タオルケットをもう一度、3。こちらの方をやっていこうと思います。こちらのゲームを始める前にね、少し、このゲームについて少し話そうと思ってるんですが、初見なんですけども、ちょっといろいろ、このゲームをやる際ね、調べてやってるんですけども、まず、このゲーム少し、某所っていうか、なんて言うんだろうね。まあ、とある、大型掲示板じゃないんですけど、とあるサイトのね、なんかコメント欄のところを見た限りだと、実況者が、やたら権利をふ、権利?権力?なんか、ちょっといざこざがあったらしいと。で、ちょっと、そのせいで、このゲームをやりたいけど、少し、こんなことがあったんじゃ、ちょっとなーっていう人がいたみたいなんですよ。で、まあ実際に、じゃあこのゲーム実況していいの?ということになって、公式サイトの方、制作者様のブログの方を見てきたんですが、10月12日かなの段階で、作者様が実況及び二次制作などの許可をしているというわけで、今回やっていこうと思います。で、もし投稿中にね、それが変わったりしたら、申し訳ありませんが、更新の方は止まっちゃうと思います。で、上げてた動画は多分、基本残しておくと思うんですが、削除する可能性もあるので、そちらの方ご了承ください。で、なんで3なのかということなんですが、初めに出されたのが3?これらしいんですよ。ということで、3からやっていこうと思います。でね、起動したときに、これ、SE 入ってるけど、タイトル画面の曲ないのかなって思って。いやー、あるのかな?わかんないけど。とりあえずね、音声。一応 SE 入ってるから、まあ音楽も始まったらね、ちゃんと流れんじゃねえのと思いつつ、前置きが長くなりましたが、楽しみながらね、やっていこうと思います。ね、だってこのドット絵さ、めっちゃ可愛いよね。パッと見だとさ、俺青の子がいい。青だな。よし、やっていこう。不思議なお話は、とある宇宙の隅っこから。悪の宇宙人、寄生虫帝国。彼らの天才的な科学力は、地球を、へぇ。でも可愛い宇宙人。そんな宇宙人が何か演説を行っているみたいです。寄生虫星人。ワイワイ。ガヤガヤ。おお、音楽がしっかり流れてるから大丈夫だね。タイトル画面は多分曲がないんだよね。ズッケ。真ん中の赤い魚帽子。あ、ほんとだ、魚だ。目バッテンになってる。諸君、ついに来たのだ。これより我が寄生虫帝国は地球を征服する。マジで。おー、大きく出たね、家のリーダー。家のリーダー?ただ、その、我々の体のサイズが人間の100分の1。じゃあめっちゃちっこいじゃん。そっか。だから例の猫ちゃんを何としてでも探す。地球征服の準備を始めろ。寄生虫星人たちってさ、かわいいね、パッと見だけど。え?男の子、女の子?まあ普通に
男の子でやってきます。第一章。お、猫の声。現れたと。静かな村。二人の兄弟の物語が。へえ。お、めっちゃ穏やか。ああ、主人公の名前。あ。あれ、名乗ったよね、俺。名乗ったよね。開始。なんか、開幕から結構真面目な話っていうか、若干重い話をしちゃったから、名乗ったか忘れちゃった。名乗ってなかった時のために、もう一度名乗っておきましょう。ぐだぐだ神々、いろいろ、まあ、底辺実況者の、お、つ、ち、底辺実況者、なおっちと言います。お、ペコってお辞儀した。あ、かわいい。女の子に見える、お兄ちゃん。アイテム。あ、まあ、アイテムわかる。特殊技能って何？装備。角材。おー。敏捷性で合ってるよね、多分これ。それだけめっちゃ高いね。とりあえずセーブ。こっちの子。誰？君は。あ、ママなんだ。へぇ。今日は家で妹の面倒を見るんでしょ？君いるなら、部屋にいるわよ。チェックって出て、こっちはお母さんの部屋。何か入ってる。え？蘇生薬？え、戦うの？これ。なんかいまいち俺、あんまゲーム、じゃねえや、このゲームが何をする、あれなのか、分かってないんだけど、なんかすごい作品がいっぱいあって、これ2008年だったかな。一応これリメイク版、修正版の方のをやってるんで、それより初代のより、本当に最初のよりかはあの後なんだけど、作品的には一番最初かって感じで、まあだいぶ前の作品なんだけど、すっごいおすすめみたいな感じで調べると出てくるっていう。だからやりたかったっていうか、あとおすすめされたんですよね、これ。ちょっとやってみてくれませんか、すごくいい作品なんですよみたいな。というわけでやってます。キミル。あ、お兄ちゃん、今ね、物置で何かないか探してお暇を潰してやるの。お兄ちゃんも一緒に暇つぶしに付き合ってくださいな。いいよ、俺ね、弟はいるんだよね。長男の人ってさ、甘える人もいないしさ、で逆に妹とかってちょっと欲しいと思うよね、上とかも。やった。で、何すりゃいいんだっけ。何かないかってさ、もう調べ尽くしちゃったよね。なんか万能薬とかさ、もう空っぽ。本。魔法の本、なんだかピカピカだ。なんですか？なんですか？お兄ちゃん。はい。見たことない本を見つけた。変なの。ちょっと見てみましょう。やべえな、妹かわいいな。ないかしらね、お兄ちゃん。やめようかな、俺。この子、多分こんな俺みたいな気持ち悪い声じゃないもんな。もっと可愛い子だよ。だって絶対顔、だって顔可愛いもん、この子。ムズムズしてる？本が？俺にはわかんの？猫？にゃん？え？
出た不思議な光は町中に広がりました。一体どうしたんでしょうか。え、どうなったの。え、タイトル、クレジットみたいな CM みたいな感じね。え、あ、ちっこくなったのこれ。は、気絶してしまったようだ。妹はぐっすり寝てる。気絶かもしれないけど、体に異常、ナレーションだねこれ。どっちかっていうと体に異常がないか調べてみましょう。よし、調べると、調べるっていうか進めばよかったのね、普通にね。体に異常はないみたいだ。体が小さくなっていること以外は。お、表情が変わった。来い。え？え？あ、とかって何のかと思った。なんじゅうこりゃーみたいなさ。チェック。何あれ、ハンカチ？妹は気絶してると思ったけど、すやすや寝息を立てている。とはいえ、妹が心配だ。が、近くに、あれ、ピンク色、これ何？タオルケット。へぇ、タオルケットもう一度、3の、タオルケット。やっぱ重要アイテムかな。ふに、あ、いいな、かわいいな。こんな妹いたらいいな。え？あ、話せた。何がどうしたの？ちっちゃくなっちゃってるんだよ。ガクガクし、カクカクしかじかで。え？やばいよね。俺も、どんな喋り方やね。難しいな、この子の。どうすんのこれ。うん、ちょっと、お昼寝中にうるさいわよ。女の子なの今の。誰？ん？そりゃ、俺も今、目見開いて、んってなってるよ。まあ、せっかくいい気分でお昼寝してたのよ、おバカさん。ネズミなの？猫なの？パンダなの？なんなのこれ。え？あれ？なんであなたたちそんな小さく。あなたたちここにあった本勝手にいじったでしょ。お前魔法使いなの？私の作って、安心なさい。ああ、マジか。そうだよ、本どこよ。え？高いところにある。じゃあ、協力して取るってこと？行っちゃった。チェック。クリック？もしかしてこれ。ゲームパッドでやってるからあれなんだけどさ。クリックだ、多分。チェックじゃねえや。ほらね、あ、え？なんであんな高いとこに行ってんの？やべえ。あ、もうだ、おーい。なんで物置に来たのかしら。確かに。掃除機でここをさっさと、え？あ、やべえじゃん。わーんじゃねえよ。もうやべえよ。だって吸い込まれたら一巻の終わりだよ。お、第2章、村長さん。で、どこに話は突き進んでるの？お兄ちゃん、お兄ちゃんってば。え？いい、どうなってんのこれ。え？どこここ？え？すげえ今びっくりして鳥肌立ったよ。よかったでしょ。いや、まあよかったけどさ。掃除機の中なんだ。吸い込まれたの結局。やばいじゃん。変な猫。あ、猫なのね、あれ。っていうか、なんかさ、ちょっとドットにしては、なんか、まあ脱出してって、なんかあれ、え、目玉取れてんの？ほっこり村。ほっこりなの、こいつら。いや。こんにちは。ここは掃除機の中に作られた埃村です。
今この町にはホコリっていう害虫がたくさんいて困ってます。お前もホコリじゃないの。気をつけてください。下手をすると死んで。いい、わかりました。あの、ここから出たいの。ああ、それはちょっと無理かもよ。僕よく知らないじゃん。まあ困ったことがあったら村長さんに聞いてみるでいいよ。ようこそホコリ村へ。これ何？なんかこのゲームね、2っていうか2は結構なんか刺激が強いらしいのね。どういうことなの？ちょっと待ってよ、喋ってたじゃん今。もうちょっとで、なんか結構2は重いから、まあ3終わってからやるかどうかっていうのは考えてるんですけど、全年齢対象なの、要は。だけどなんか描写的に大丈夫かなって思って、まあ別に倒せんのこれ。戦ってみる？とりあえず宿屋とかあるかな。ああ、防空壕あげたんだ。ほら、よし。勝ったね。で、性的暴行ってさ、しかも目玉だろ？お目目にって。村には殺された？村には殺された者もいるんです。誰かやっつけてくれないから。やっつけたけどさ、戦いたくって戦ったわけじゃないんだよね。このニョッキニョッキしてるのは何なのこれ。どうしようかな。心の中。ねえこれ。ポン様、ここはあなたの心の中。心の中に道具や人間として、そう、不思議な不思議。まあとりあえず、後ででいいや。特技。あ、なにこれ。あ、なんかあれか、スキル的な感じか。おお、すげえ、なんかあれだな、助っ人って何？あ、なんか仲間？おお。まあ、とりあえずこれも進めてってか。で、ここ。あ、セーブはセーブなのね。今セーブしたな。というわけで、パート1。ちょっとね、最初の話の下りとかね、少し重めになっちゃったと思うんですが、なんか、すごいゲームだね、これ。普通に探索型かなって思ったら、戦闘もあったり、可愛らしいけど、なんだろうね。まあ、噂にはちょっと、聞いてたけど、こりゃ面白いぞ。やばいよ、多分。なんか、評価されるわけもわかる気がする。というわけでね、次回パートから、がっつり進めていきましょう。多分これあれだよね、レベル上げとかはしなくていいよね。まあ、知るじゃねえや。する必要があったら、その都度は実況外でやっていこうかなって思います。というわけで、タオルケットをもう一度3、パート1、ありがとうございました。また次のパートでお会いしましょう。さよなら。